一級建築士聞き流し問題。計画。問題。事務所ビルから集合住宅へのコンバージョンにおいて、給排水の設備配管スペースを確保するために、床を躯体から5センチメートル持ち上げて二重床とした。問題。社員寮として使われていた建築物を、入居者同士が生活の独立性を持ちながら水回りやリビングルームを共有するシェアハウスに改修した。問題。ゲーテッドコミュニティは、住宅地をフェンスや壁等で囲い、出入り口にゲートを設けて、住民以外の人や車両の出入りを制限した居住地区である。問題。インフィルハウジングは、クリアランス型の再開発の反省から考えられたもので、地域社会の継承等を原則として、規制市街地の街区更新を行う手法である。問題。グループハウス尼崎兵庫県は、阪神・淡路大震災後に被災者を対象に建設された、高齢者向け住戸と一般向け住戸で構成され、サポート拠点サポートセンターを併設した災害公営住宅である。問題。応急借上住宅とは、地方自治体が民間賃貸住宅を借り上げて仮設住宅として供与するものであり、東日本大震災以降は、みなし仮設住宅とも呼ばれているものである。問題。応急仮設住宅のうち、建設型応急住宅は、災害発生後に速やかに建設され、恒久的に供与されるものである。問題。和住とは、河川の氾濫する低湿地帯で、周囲に堤防を築き、集落と耕地を守る水防のための集落形態のことである。問題。防災集団移転促進事業とは、災害が発生した地域または建築基準法に基づく災害危険区域のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進することを目的としたものである。問題。陸前高田のみんなの家岩手県は、東日本大震災の津波で立ち枯れた杉の丸太を用い、被災した人々の集いの場として作られた集会場である。高評価、チャンネル登録お願いします。予習、復習のために毎日10回以上やりましょう。